皆さんおはようございます11月24日木曜日午前10時になりました金なむからはーい SOS ネットからラジの時間となりましたパーソナリティはみるさいびーん久しぶりですトゥーバーカッチンやいーん おはようございます沖縄市社会福祉協議会の上原ですと伊豆でお送りいたしますこの番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものですそのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります 警察行政消防の三位一体となる基盤をもとに徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっていますこの番組はデイサービスセンターシオン有限外失礼いたしました株式会社 国県システム au ショップネーブル嘉手納店医療法人公善会小座整形外科医院居宅介護支援センター有限会社丸内重機 沖縄県社会福祉協議会ロータリードライブイン FM 小座と沖縄県認知症行方不明者家族の会そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM 小座より生放送でお送りしています。 皆様どうぞ10時から11時の1時間最後までお付き合いください皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエストそして番組に対関する質問もお待ちしていますメールアドレスはすべて小文字で7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p いずれも番組名からラジとお書き添えくださいラジオネームも忘れずにお願いしますファックス電話番号は098-934-8653934-8653また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています FM コザのホームページからも見ることができますのでどうぞお楽しみください オープニングの曲はブランドンイングでティンサグヌ花でした一度 CM に入ります

ねね、北海道の釧路市というところにですね、うん、あのトゥーバーさんと私が訪問に行ってきた国県、ね、のですね先馬さんと小橋川さんも一緒にですね、うん、はい行ってきました出来上がったねマイナス五度はありましたねマイナス五度の世界 <laughs> の何度あるって聞いたら先週ですね二十八度って言ってましたねあ先週半袖だったと思いますね <laughs> <laughs> 北と南でこんな簡単さがあるなんていうのはもうすごいですねでやっぱりこう、えー、今日はまた話題がなんともになると思うなんともなんですけれど北海道から始まったということでねとっても今日はまたあの面白くなるなと思ってますね,ますね、はい、ルドルフさんからはい、えー 五十八分に届いてますけど今日も車の中で聞かせてもらいますねということでちょっと早めのコメントですということですね森風さんからお茶いただいておりますありがとうございますお茶お茶ってありますお茶どうぞということですねありがとうございますありがとうございますはいじゃ行きましょうかはい早速ですね今日のトピックとゲストの紹介をしたいと思います今日のトピックはカウントダウンランとも。 ということで、<ー>もうそろそろ迫ってるということでですね。ねうん、はい、またあの告知しに来ていただきました。はい、今日のゲスト紹介していただあ紹介します。はい、今日のゲストは沖縄市役所、沖縄市地域包括支援センターから翁長邦子さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくおし。2>, おさん2回目なんですかね？ そうですね2回目ですこの間は「えっ、ー、とものエントリーの締め切り日」に出させていただきましたけれども、うん、今回はもうあの本番が近づいているということで、うん、今一度告知にやってまいりました、うん、<laughs> よろししくお願いしますエントリーの時にあの出演された時は、うん、今あの募集してますっていうことだったんですけども、はい、実際に当日走る、うん、もうメンバーも揃って。 ラントモというのはそもそも何のことですかね、<laughs> この紹介が<も>、間に <laughs> 合ったと思うんですけどね、そ,そ,うそうですよね、はいえっと、じゃあですね、ラントモの,、まあ、あの説明からさせていただきたいと思いますが、えっと、ラントモはです、ねえっと、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりということを目指してです、ね、認知症の人や家族、支援者、一般の人が少しずつリレーをしながら、 ををつななぎゴールを目指すイベントとなっております。えー、はい、でこのイベントを通してです、ねえっと、認知症の人と地域の人たちが出会いお互いをもっと知り合うことで認知症について考える機会になるということで復旧・あの普及啓発活動の一環一つになっています。なるほど このイベント自体が、まあ、北海道のほうから北海道の一人の認知症の方の,あのこう走りたいという気持ちをサポートする支援者の方たちが応援してあ,のある一定の距離をスタートしたというところから始まっているんですけれども、えー、それからちょっと。 あのそのたどり着いた地域の方たちがそういうお話を聞いてあじゃあ来年もやろうじゃないかということで、まあ、そのあの2011年から始まっているんですけれども、まあ年々あの、距離を伸ばして少しずつ伸ばしていてですね去年はあの九州で止まっていますがうえともう今年ですねあの11月26日今週の土曜日に沖縄の名護に。 あのこのタスキが渡ってきますので、名古からえっと那覇までがあの沖縄市のコースとしては設定されていますね。はい。ついに今年沖縄し沖縄に来たってことですね。沖縄上陸初上陸って書かれて。日本の最終日本の最終地点がこれがタスキが最終が那覇ということですね。そうですね。今年はもう2016年のもうフィナーレがもう那覇のあの県民の前広場ですか全部全部広場になっていますね。 ねえそ,うですね、その中の,、まああの各市町村であの距離が決められているんですけれどもあの全ての距離を走るのではなくってやっぱりこのイベントの特徴としてはあのこの名護から那覇までではあるんですけれども全ての距離を走るのではなくってこの各市町村大体2キロ前後ぐらいの,の短い距離が設定されていてあのその距離 決められた距離をあの当事者さんとまたこのサポーターの方たちがその人たちの,あの体力に応じた距離をあの走れる、また走れない方でもあの一緒に歩行であの歩いてゴールを目指す、また車椅子でもゴールを目指すとか、うん、本人さんたちのできる範囲であのゴールを目指すということが、うん、あの特徴になっているのではないかなと思います。うんうん、なるほどルルド,ルルドルフさんから ランともですねということもよくご存知ですね。うん、で大塚さんから大塚健二さんから素敵続いて広がりいつか必ず当たり前の日になるといいなとい、ねうんあ。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい。はい、い,いですね。ありがとうございます。あ,すあさっきの泉さんが何名ということ何目なんですか。あ,<ー>あ,あそうですね。えっ、ー、とエントリーの方がですねもう最終締め切りを。 した後に、あの報告が、あの本部の方から報告が届いたものがですね。はい、えっと、沖縄県の総数が、えっ、ー、と、五百七十四人。エントリーとなっております。すごい。はい。 そうですね、これもあれですね、事務局のもあもびっくりしていましたね、もう予想をはるかに上回る人数ということで、ちょっといろんなものが足りなくなってきたかった、うしい悲鳴を上げているようなんですけれども、その中で、沖縄市のエントリー者数としては、当事者さん5名。 とあの支援者を含めえっと18名となっています。で,はい、で、またそのプラスあの2名がまあボランティアランナーということで、あの急遽あの応援してくれるという方が、ん <laughs> っていいんで、ね、いいと思います。はい、<laughs> あのこのボランティアランナーのあの2名の方はですね、あの各いろんなあの福祉のイベントにもあの。 出場されているあの宮古島守るくん皆さんわかりますか。宮古島守るくんはですね、どのマラソン大会でいますよ。はい、リアル。ほぼ全部のマラソン大会出てるんじゃないですかね。あの宮古の宮古島守るくんのあの人形の格好して走るんですよね。はい、そうですね。はい。はい、そうですね。あのモゴ行為であのリアル宮古島守るくんはあの沖縄市のコースをあの応援したいということで。目立ちますね。はい、走ってくれる。後方牽引になりますね沖縄。 もうありがたいですねまたあのドラえもん君んというあの、ま、たキャラクターの方も <laughs> <ー>この方もあのランナーみたいで普段から走っているということで沖縄市は結構にぎやかになるんじゃないかなこの方はまたドラえもんの格好をして走るんですよね <laughs> そうです,、ね、<laughs> すごい、はい、でまた私たち沖縄市のコースはです、ね、あの社会福祉センターからスタートして12時45分にスタートして330 国道の3 3十号線を南下して、えー、とここあの FM コ座ザの前を通過しまして、えー、とパルミラ通り一番街商店街サンシティ商店街を抜けてゲート通りに抜けますそして、えー、とミュージックタウンの前でゴールになりますけれどもその,あの一番街商店街の中のコ座ザボックスさんの方であの当事者さんは。 集合してここからスタートになりますねあのやっぱり距離がやっぱ社会福祉センターからだと、うん、当事者さんたちちょっときついかなという部分があるので、うん、坂道にもなっていますし、うん、なので当事者さんたちはコザ、えー、ボックス周辺から走るんですけれどもそこの方ではあのまた風船バルーンアートの,あのピエールのファンキーさんも風船もあの提供していただけるということで、うん、応援があのまたにぎやかになっています。うん 走る方だけじゃなくていろんなこの方が応援してくれてますね,すねありがたいですね。本当です。もう本当にこのイベントを通してあのヒとのつながりとかに、ね、も本当に感謝していますね。なんか商店街の方も協力してくださるということで。そうですね。もうあの商店街の方たちにももうご挨拶させていただいてもう皆さんあの。 ああい,い,よいいよってもうあのちょっと商店の,あのお店のちょっとねお洋服とかちょっと前に出ている部分とかもあるのでちょっとご迷惑かけるかもしれませんというお話もさせていただいたんですけどもうあの大丈夫、この時間はもうあの大丈夫だからどうぞどうぞという感じでじゃあまた応援するねということもあったのですごくす、ね、商店街一番街商店街サンシティ商店街皆さんいい方たちが <laughs> いらっしゃって。 いい地域になるんではないかなと思います,、ねうんすね、またゴールもあれなんですよね、当日はカーニバルそうです、ね、沖縄国際カーニバルと同日になっておりますので、またあの皆さん、応援に来ていただきたいんですけれども、交通規制とかもあるとは思いますので、まあ、そこら辺もあの、えー、となんもご了承いただきながら、うんあの、来ていただけたらいいかなと思いますね。 頑丈体操でしたあ出発セレモニーですね、これはあの社会福祉センターの方でです、ね、まあ、実はあの上原さんもね、私たちあの、沖縄市の,あのランとも運営委員のメンバーに上原さんも引きずり込んでるんですけれども、<laughs> あのスタートは、スタート地点、社会福祉センターの方でさせていただくので。<あ>そうでですすねこれまたです、ねあの テルヤの方で毎日ラジオ体操をやってるという、あの、足峰さんというラジオ体操会、チーム55という名前なんですけど、その方がですね、毎朝、一人で始めたらしいんですけど、今も50名ぐらい集まってですね、ラジオ体操のグループを作ってるんですよ。で、その方があの、ラジオ体操の指導の資格を持ってるということを聞いてましたので、もうお願いをしてですね、この出発セレモニーでそれを指導してくれないかという話をしたら、じゃあ、あの、ついでに、 チャー雁重体操という、これは県が作った体操ですかね、うん、そういったのもあのいいので、2つ合わせてやりましょうということで、ですねして指導してくださるということで、あの大変ありがたいです、はい、でそれでは、みたいですね、なんか、えっと、僕もびっくりしたんですけど、あのあの2級、1級だしかな、ね、なんかあるらしいですよ、級があるクラスがあるって言ってましたね、次、なんかその足峰さんは次、その上級のクラスを受けるって言ってましたので、えー、<laughs> 非常にあのバイタリーというのは、すごい方ですよ。あの そういった繋がりがあってですね。うん、その方が指導して、うん、で、それで、まあ、体をほぐして出発するということになっています。うんうん、はい、いいセレモニーだね。すごい。そうですね。もう出発セレモニーも賑やかなんですけれども。はい、あのゴールの方でも、あの、ミュージックタウン前の方でゴールしたと、うん、後には。あの、諸見里、子供会のエイサー、もありますので。 諸見里の自治会の方にもご協力いただいてもう本当にいろんな人にご協力いただいて、うん、実はあの予算がゼロだったんですけどすあのまたこれもですね。皆さんボランティアで快、ね、く来ていただいて募金箱を設置して。うん これボランティアグループ、なんていう、ボランティアグループですかそうですすかそうねあの、まあ、今日ねゲストに一緒に出ましょうってお誘いしたんですけど、うん、ちょっとお仕事の都合で、あのチュラさんあのデイサービスの,あの新庄さんっていらっしゃるんですけれども、はい、ケアマネージャーさんなんですけど、うん、があの在籍している、また団体であの、ボランティア活動にあの主に参加しているということで、えっと、チュラ・イフ・サポートさん、チュラ・イフサ・イフサポートさんっていうボランティアグループの方がですね。うんはい 募金箱を作って、あのある居酒屋に置いてですね。はい、で、それで、あのその、集まったお金で、こういった、例えば、ボランティア保険であるとかですね。そういったもので、運営してますね。はい。素晴らしいです。本当に。はい。すごいね。もう、本当に、いろんな方が、全く予算ゼロの中から、こんだけのイベントが立ち上がって、協力していただいて。また、j ェーエー沖縄さんは、あの職員駐車場、を心快く貸していただいてですね。本当に、ありがたいですよね。ありがたいですね。 認知症をあの理解するためにですね、うん、走るだけでこんなに大勢の方々が巻き込まれて、うん、そして認知症の方たちを理解して、うんえー、またあの自分の地域の人たちとの顔の見える関係ができるというのは、うん、走るだけというのは言葉はあれなんですけれど、うん、走る力って大きいですね。あそうですすねこの当日に向けけてまあ意,意欲付けをするやっぱり 身近な、ね、スタッフさんたちの力もあると思うんですけれども、ねうんまあ、当日ここまで、ね、一緒にあの来れるのか、うん、その日その日で気分が変わる場合もあると思うんですね、まあ、そういうところをやっぱりあのいつも支えてくださるあの支援者の方たちが、まあ、サポートして。 エントリースタート場所まで連れてきていただいて、またそれから地域の皆さんたちにこのイベントの理解を求めながら、またいろいろ会話したりね、頑張ってねって声かけてもらったりとか、というので、本人さんのまた今後の意欲にもつながると思いますし、それはもう、楽しみですね。またこののイベント 前の参加者であの事務局から聞いた話では、まあ、今まで引きこもりだったあの方を、まあ、このイベントをきっかけにあのちょっと引っ張り出してあの参加させてみたらもう,あのもう何年も会ってなかったのでこの地域の人たちが。 このランともに参加させることで地域の人たちがあ久しぶり、久しぶり元気だったってあの向こうから声かけてくれてるもうあのすごく感動的な場面がありましたよということで、まあ、それを見た家族さんたちもあうちの,あのお母さんはこんなにみんなの地域の皆さんにあの知られてたんだなっていうのがやっぱり家族としても知らなかった部分がこの人の能力っていうのがちょ垣間見れたっていう出来事もあったようで、うん、すごく。 この全国に広まった理由が分かるような気がしますね、本当に一人から始めたのがすごいですね、各地でいろんなドラマが生まれてるとは思うんですけれども、沖縄宮古島、八重山とか行ってほしいですね、守君もいるんであればですね、宮古島からのエントリーの方たちは那覇の方でエントリーされてて、那覇からまた走るということで、また、守君もですね、沖縄市。 の区間だけでは物足りなくなのかりな本当はあの気持ちとしてはあの沖縄全島を名護から全部走りたいという気持ちがあったんですけれどもちょっとあのそれはちょっとあの全て走るわけではないよというのをあのお話ししてまああのじゃあお隣の宜野湾市さんと,えと那覇市さんをあの走りたいという意向がありましてまあそれはまた。 先方の方にお伝えしても先方も受け入れがオッケーだったので宜野湾市と那覇市も宮古島守んは走る予定ですね宮古島の守るんだけじゃないね <laughs> 沖縄中見守ってますねそうですね <laughs> もうあのここだけの話ではもうラジオになってるんですけれども私のあのこの名簿には臨時症 守りたいっていうチーム名で私は入れてますなるほどいいですね、ぜひ今後も関わってほしいですね、大塚健司さんから、ラジオ体操55ということで、最初は一人で始まったということですが、今50人、できればあと5人で55ですね、ファイトということですね、ご意見ですね、もうちょっとご意見、が来てます批判するわけではありませんが、箱物などに予算をつけず、人に関わるものに予算を回してほしいですねと。 ボランティアで,なではなくスタッフとして関われるといいなということで青さく、青臭くてすみませんということで、ありがとうございます、もういい意見だね、本当そうなんですよねあの、こういったもの、イベントなり、人につけば、またいろんな形で関わりが増えてくると思うんですけどね、<ー>本,当に本当に、こういったイベントだけでも、これだけの方が、数えきれないぐらいの方が関わっていただいてますからね、す,ねすごい本当に、当にあとあと出発の式にまた事業所が丸ごといらっしゃるんですよね、<laughs> 事業所の方が。<laughs> そうですね 利用者の方も含めて、うん、あのう、五分です。五分です、うん。えっ、ー、と。湯河さん、あ、湯河さん、失礼しました。通所介護、デイサービスの湯河原さんというところがですね。うん、まあ近く、副センターの近くなので、もう全員来ますよということで、うん、ラジオ体操したいということで,ですね。まあ、走るわけではないんですけど、一緒にこう、こう、イベントに参加したいということをいました。はい。うんね、ありがたいですね。 参加することに意義があるというか応援ということでもね参加しているっていうことになると思いますので走ってる時見たら手を振ってほしいですねそうですねそうですねもうこういったタスキ持っておいてくださいああタスキえっとあっ私 T シャツ持ってきましたあっ写ってますかねこのラントモ T シャツオレンジのオレンジだねどこですかラントモとかってねトゥモローですねはい 2016、はい、で書かれてる。後ろの方は、うん、まあ協さのあの企業さんになってますけれども、うんはい、これはもう全国の方から、全国の方から、そうですね。うん、皆さんこれ、うん、オレンジの、当日ははいオレンジの色をした方たちがまあ沖縄市をあの彩るということで、はい。タスキ、タスキは一本をつなぐんですけど、これ、はい、なんと小中さん手作りの。 助けというこれだけあの1本しかないので他の方は、まあ、かわいそうということで <laughs> てと,素敵とても素敵なんですよね<い>こういった柄でピンクひっくり返す柄のう,ん <laughs> うね、基本的には、うん、あのこのラントモのたすきというのはあの1本であの皆さんつないでくるので、うん、あの沖縄市にも1本しか 渡ってこないんですけれどもやっぱりエントリーしている都知事者さん5名いらっしゃいますのでちょっとやっぱり都知事者さん全員に助けかけたいよねっていう意見がそういうことありましたので沖縄市独自の助けを作ってみましたこういうちょっとハイビスカスもピンクの他にも沖縄市素晴らしいですね はい、でこのタスキとこの T シャツを持って走着けて走っている人を見かけたら、うん、集団を見かけたらぜひ、応援してくださいて、はい、またあのオレンジの、ね、皆さん自分が持っていらっしゃるオレンジの何か髪飾りでもいいですし、うん、何かハンカチでもいいですし<然>何かあのオレンジのお家にもし T シャツがあれば来て遠藤で応援してくれたら嬉しいですね。 そもそも宮城高島守代コンとドラえもんが走ってる時点で目立ちます <laughs> 走らせてたらすぐわかると思いますので、はい、よろしくお願いします。ただやっぱりこのあの国道随三三百三十号線のところはあのやっぱり遠藤が少の応援がやっぱり少ないあ,なあの。 部分があると思うんですねボーリング場後のところとかあの辺はちょっと坂もきつくなってきますしあの辺はちょっと応援があるとぜひそうですねありがたいですね嬉しいかなと思いますがそうですよね5人の走る方当事者って先ほどおっしゃってたんですけれどは認知症をちょっと患っている方そうですねはいそれ聞いてます5人の方でいいですね こううい方たちが勇気を振り絞って走るとエントリーするだけでもう勇気をすでにいただいているので本番はもっともっと大きなうねりを上げそうな気がしますね私は最初不安でいっぱいだったんですけれどもやっぱり認知症の方を支える方の日々の努力とか日々のケアとか信頼関係とかができて。 やっぱりこういうエントリーにもスムーズにつながっているのかなということで、うん、もう本当に事業所の,、うん、あの皆さんにもすごく感謝して最初、ねね、はい、そして本当にあの参加者いるのかなという感じだったけどね、うん、本当にびっくりだね、ありがたいな、うん、本当に。はいね、あと、沿道の,の,の応援の方では、えーと、社協さんの近くの中部介護センター。うん あのデイサービスがあるんですけれども、はい、そちらの方の事業所さんにもちょっとお声掛けさせていただいているんですけれども行、うん、ったらですね私、最初の頃にお願いして、まあ、それっきりちょっとおさんなくても,もう失礼なんですけれども、うん、お声掛けするちょっと時間とかもなくったんですけれどもあのついこの間。先 実ですねちょっとあのまた近くなっていますのでまたお願いしますというあのご挨拶をさあをしに行ったらなんとですねあの独自であの応援の張り絵とかであの感想まで頑張れみたいな張り絵であの応援グッズを作っていただいて,てですね、えーうん、でまた旗まで作っていただいて,て、うん、ああとうこの私の写面には載っているんですけれども。<laughs> 今聞いてるんです、どんなものかなっていう。見えますかね。なんかオレンジ。どこだ、どこだ、どこ。どこだ、どこ。見えま見えないですね。そう、そう、そう。もう利用者さんがもう日々、あの。利用者さんと一緒に、日々あの、一緒に作っていらっしゃるんだなあっていう気持ちがすごく伝わってきて。気持ちで一緒に走ってるかもしれませんね。そうですね。こういう、あの。 肩走る走るていうことでう、うん、そうですねまた画面が大きく見えたらよかったねそうですね <laughs>、うん、当日はまたたくさんの応援の方がいらっしゃると思いますので、うん、もう楽しみにしています、はい、祭りね一つのね心の祭りでもありますね、うん それでも北海道から始まって一人で始めてこれだけのイベントなんてすごいですねカーニバルも同時開催って先ほど合わせたっていうのはまたいいですね大きなの合わせた合わせたというか同じ日だったというでも活用しようってことだったんですよねにぎやかだから多分フィナーレの時にいいんじゃないかということでゴールを設定したということですね じゃ当日ミュージックタウンの前は歩行者天国みたいなそうですねそこはもう交通規制になっていますね10時からこれ応援しやすいですね遊びに来たついでに見てくださいってことですねそうですねありがたいですね走ってる人を見てあれなんだで認知症の方たちが走ってるよってなるとそれだけで認知症に対するこの関心っていうんですかね ちょっとちょっとわかったとかですねそういうのがきっかけとなって認知症は誰にでもやっぱ起こってくるものだと思いますのであれがきっかけでちょっと勉強したんだよねという方も出てくるかもしれませんねイメージ変わるかもしれませんねイメージです認知症の方は何もできないというイメージがあるんだったら本当に走ってるんだとかでですすねねそうマラソンもするんだとかそうですね やっぱりこの認知症に対するやっぱりや負のイメージというのはまだまだ、ね、拭いきれないところもあるのでやっぱり何か認知症になってもあのできることは残されていて少しのサポートがあればあのその人もあの生き生きと過ごせますということをあの、まあ、少しでもちょっと伝えられればなというふうに思いますね。今日のあの、うんえー 話はちょっと変わるんですけれど、うん、あの沖縄タイムスさんの方で、うん、あで県内でこう初めて若年性認知症を公表したあの富,富城富城市の,あの、うん、大城、えー、勝さんという方、うん、42歳ですね、うんえー、42歳ってお若いんですけれど、うん、あの若年性認知症だということで、うん、いろいろあの連載で取り上げられている方なんですけれど、うん、こんなあの 自分の,この体験をですね書籍化したいということでクラウドファウンディングであの自分らしく過ごすライフスタイルをですねあの多くの人たちに知っていただきたいということでこの何とももすごいんですがまあ個人としてこの大城さんもですねあの認証でもこういうふうにして僕が支えられて生きてますよというのをですねあの書籍をあの発売してどんどん,どんどん周知させていくというのは今。あのー まあちょっと、すごく大きな雪解けじゃないかなと、よく家族に認知症ができたら、誰にも知られたくないと、うちの母ちゃんが、父ちゃんが、おじいちゃんが、おばあちゃんがっていうのがある中で、ですねこういうふうにして、どうぞ分かってくださいと、僕のライフスタイルを皆さんが分かることでということで、走る方たちの,あの雰囲気も見てもそうなだと思うんですけれど、先ほど上原さんが言っているね、認知症になったら何もできないっていう。 この人何もできないよというのもよく聞く話ではあるんですけれど真逆ですね逆に後ろで支えている方たちも同じように輝いているんだなというのが文面から見て取れますねぜひ大城勝さんも頑張っていただきたいと思いますしねすごいことですよね本当に書籍も販売するということで。 またまた話がまたこのランとものスタートの地点の北海道の件ですけど、はいえー、お疲れ様でした <laughs>、うん、ど,どうですか何かこの感想というか何かぜひ教えてくださいせっかくそうですねののイベントでも報告されてましたけどね<ー>僕だけ湿ったからもう <laughs> <laughs> どう <laughs> <laughs> やっぱりあの北海道の釧路市,市の方たちもですね地域の方たちがですねすごく 意識高くてですね、うん、はりこの SOS ネットワークって言ってその行方不明になった時の緊急連絡体制ですねそこがあのしっかりしているなんと警,警察またあの行政あの,の方担当の方たち、まあ、消防署とあと企業の皆さんですねこのタクシー会社だったりの漁業組合だったりって,ってそういった方たちが。 あの一斉になってです、ねそのまあ、認知症でもありますこの行方不明になった高齢者の方たちを一生懸命あのもうすぐ発見しようということで,です、ね、立ち上げているという意識がです、ね、とても,もう話を聞いている中であの伝わってきてですね。 頑張りたいなっていうのをすごく感じました<う>いろんな業種の方がネットワークを作ってるんですよね。すごい。はい、やっぱりあのポイントはあの軽外化させない SOS ネットワークを、うん、あの立ち上げた発祥の地ということで、岩渕さんっていうあの素晴らしいあの女性がいまして、はいえー、自らの,あのお母さんが、えー、79歳のお母さんがもう、えー、だいぶ前20数年前に、えー、認知症を患ってですね、4日後に、うん あの串を路敷たいというふうに言ってたんですけどそこであのお亡くなりになっていたと<ー>それはやはりあの散歩するあの犬を散歩する方が発見した時にですね、うん、北海道はやっぱ寒いですよね、うん、暖をとってこう段ボールで寝てた、うん、その過程をまた遡ると、えー、いろいろあの、まあ、いろんなところでトイレをお借りしたり、うん、いろんな人たちとちょっと話を、えー、会話をしたということであのそうすると この人が認知症だということが分かればですね、うん、あの救済の手も、うん、あのいち早く差し伸べられたんじゃないかなということで、うん、やはりそこから来るのは、まあ、今、ラジオをお聞きの皆様もそうですけどお近くに、あるいはご親戚、知り合いに家族だけがもう、ね、認知症の方を見守るには限界があると、うん、そういうふういふに思う方もいると思うんですけどちゃんとやっぱ認知症を正しく理解することがですねあの家から出ても。うん 認知症を理解している人が増えれば、ですね、うん、ちゃんとあのただいまということで、家に戻ってこれると、で北海道ではあのこういう鍵をかけることはです、ね、やはり身体拘束の一つになるということで、うん、あの鍵はかけないでくださいと、あ<ー>あの地域包括センターの方々がこう話しているんですね、<ー>そして大,大切なことは、やっぱり先ほど、乱とも,でもありましたように、一人の命を大事にするということで。 あのよく1回でもこういうあの家から出て帰れなくなったお方がいる、うん、そうすると警察に補導されて家まで帰ってきたと、うんねあの、お母さん、お父さん、もう出ないよ、散歩しないよということにはいきませんので、そういう情報があるとです、ね、さっと、もうあのケアアフターケアがすごいんですよ、復活センターはじめ、地域の町内会、うん、えそしてまたあの保健所の方。 あの膝を交えて話してこの方がですねあのもっとあのゆとりを持ってお散歩するしてちゃんと家に帰るためにはどうしたらいいんだろうっていうのをあの考えていくんですね<ー>それで全国 NHK の一昨年の調査であの7回ぐらい平均してあのに認知症になって行方不明になる前に 7回ぐらいはあのこういう、まあ、行方不明になる前の未遂、まあ、って言ったらちょっと言い方が悪いんですけれど、うん、そういうのが平均であるんですよね<ー>僕のお母ちゃんも10回ぐらいあったんですけれどやはりあの北海道では1回しかないどんな人でも1回こういうふうな家に帰れなくなるとね、うん、2>, 2回目はないぞと <laughs> あ<の>、うん、役所の方はじめ警察そして先ほど言った公の方もそうなんですけど民間のこういう町を大切にしたい 自分が今住んでいる街をあの誇りを持っているという方々がですねあのもうあのそうさせないというわけではないですけれど、うん、どう見守るかということを一生懸命考えているのが釧路で行方不明になる人は年間1人ぐらいで、うんはい、ほとんどの方があの65歳以上の方はですね、うん、あの全部、えー、個人情報もあの皆さんあれですね え全部あの開示して、各市町村に息を当たりますので、認知症本人の方々のえ情報が、承諾を得ないとっていう、沖縄のまだちょっと遅れてるような情報の件ではなくて、向こうは家族の同意がなくても、緊急時の場合にはみんなで助け合おうというのが、そしてなぜそうなったかっていうフィードバック、アフターケアですね、それを力を入れていくと、行政の方も。 そこが大きいですね一番、はい、でこまめにあの模擬訓練をすることでまた人の顔の見える関係膝を交えてその模擬訓練の後もまた反省会をしていろいろまたね次回,の次回のための課題次回の課題のための課題ということであの、まあ、条例も変えあの要項も変えながらあの変化にあの時代の変化に応じたね、えー、見守りの仕組みを作ってるっていうのがあの。 まあ概要です、はい、話しなくなりましたが、えー、北海道から始まっているというのはすごいですね情報をあ<の>共有できるというのはすごいことですね,そですね関係者の方とか、はい、危機関も共有するってねまたあの北海道っていうとやっぱ日本の一番北のところにある地域なのでその釧路市もです、ね、あの冬場になればこの先週も寒かったんですけどもマイナス の気温になる、氷点下の、気温なので、うん、一晩ですね、行方不明になって、一晩経ったら。もう命が危ない、うん、ね、状態の、その地域なので。うん、そこもですね、やはり、この、みん、ながもう危機感を持って。うん、あの、もう本当にどうにかしないといけないっていう、働きかけが、あったかと思います。で,すねうん、で、また、あの大切なのが、この岩渕さんがですね、おっしゃっていたことが、あの。 <laughs> 地域に合った SOS ネットワークを作ることっていう風にあってですね、うんうん、北海道だったらそういったあのあの気温の関係に合わせた SOS ネットワークをあの作ったりで沖縄もやっぱ沖縄独自の何かこの地域に合ったネットワーク作りをあのすることが大切だねっていうことでお話がありました。 すですね、市民の方が模擬訓練の日頃から参加してるんいるのでよりそういう方がよく勉強している、うん、子どもたちもです、ねうん、例えば座り方とか目線の高さとか、うん、あとはあの聞き出し方ですね真、まあ、正面から来てちゃんとお話をするということでやはり、うんともあのゴールはそうだと思うんですけど、うん、終わってもです、ねうん、高齢者の見守りの仕方というのがまたあの意識が変わっていってほしいなというのがあ,のありますね。 北海道は本当に、先進地ですすごいですね、本当に、子どものときからそういった教育というか、意識を植え付けることによって、やっぱり大人なんも、意識の高い人たちが参加するわけですね、すごい、気候的にもやっぱり厳しいので、自然的にもみんなで助けていこうみたいな意識だけではなくて、法律もやっぱりとても大事だなと思って、やはり、医師がもう認知症になって、 あのいろんな手続きとかになった時にも、やはりこういう向こうでも相談する窓口がたくさんあって、ですね、はい、今日も小原さんがもお持ちしていただいた、この成年後見というのはまたこの一つの、どういうふうにして、これも見守りにつながること、財産を見守る、で本人も見守ることにつながるんで。うん お知らせ願いたいなこれちょっと僕行こうかなと思ってるんですよ。ぜひあの先週ですね出演させていただいたんですが、あのその担当からまた、えー、再度、えー、告知ですね。11月30日水曜日ですね、えー、1時からよ、えー、1時開始受付が12時半になります。 沖縄市市民小劇、えー、場、アシびナこれ臨座の3階になります。今の工事してるんですけど、入れますので、<laughs> 外から見るとですね、もう全く入れないような感じにするんですけど、うん、あの、足びなも運営しておりますので。で、え定、ー、員が250名なんですが、まだ、あの、受付しております。参加費は無料ですね。中身は、そうですね、あの、青年貢献についてということで、あの、わかりやすくですね、沖縄県の社会福祉会の、えー、竹藤会長が、えー、説明というか、まあえー、最初の基調講演をお願いをしまして、その後、 公開質問会ということで、青年貢献、あと、えー、それ貢献するのに関してあの、どういった質問でもよろしいですので、あのお受けするということで,です、ね、投稿しながら、そういった話進めていくということで、すね先ほど言った竹内先生はじめ、弁護士の遠間先生ですね、あと、沖縄市の高齢福祉科の方から、萩原さん,、うん、いらしていただいて、でうちの,あの社協の職員、先週出演させていただいた黒崎のほうがコーディネーターで,です、ね、やっております。で、あのチラシの方あのホームページでもダウンロードできますし、あの社協の方にもあります。こののチラシの 後ろ目にですね、まあ、事前に質問がいただけるんでしたら質問を書いてあのお,、えー、お寄せください、ね、ということになっています。ので、はいうん よろしくお願いしたいと思います。うん、あの高齢者の認知症だけじゃなくて、ま知的障害の方とかですね、そういった判断能力がまあ、若干不安のある方とか、えー、将来どうなるのっていう感じで,ですね、家族のことでもよろしいですし、あのご自分ご自身のことでもですね、あの心配なことなんか聞いてみたいことがあれば、お気軽にですね、お寄せいただければなと思います。うん、で、高齢者の中の駐車場はもちょっと使えない場合がありますので、その向かいの沖縄市民駐車場の方です。こちらも無料ですので無料駐車場になってますので、うん、そちらの方に車の方はお泊めいただいた方がよろしい。 よろししくお願いしますいや僕は裁判所に行ったらビデオを見せられて少し質問に答えていただいたんですけど、はい、まだ不十分だったんですね、うん、それでライフスタイルに合わせたことっていうのはなかなか裁判所の方ではお答えするのが難しかったんでうん、うん、マニュアルでしかお答えしてなかったんでやはりこういう先生たちが来て。 親が急に認知症になった時に親がいろいろやってきたことあの、えー、借金返済とかあるいは家のローンの返済とかいろいろやってきたことというのがあの何らかのことで凍結されてしまう場合もありますので、うんえー、あるいは親の財産が譲渡あのすべき時期に譲渡できなくてあのもうできないということもありますんで、はい、あのでこういう話ってすごくあの大きいなと、うん、実は皆さん周りでこういうことがあって、うん、見逃したら大変ですよと。うん いうのがこの青年後見人を勉強することでね学んでいただきたいと思ってますね。はいはいぜひよろしくお願いします。一度あの CM 入ってもよろしいですか。一度 CM に入ります。これぜひあの自分たちあの北海道で聞いててこれも自分行くべきだなとぜひお願いします。オおばさの

大体弁護士とかが昔やってたんですけど、うん、今もこういった福祉的なもので例えば社会福祉協議会とかそういった福祉の専門家が今やる。うん ただいまの時刻十時四十七分になりました FM 小山のスタジオからからラ,ラジオ生放送でお送りしております今日のゲストは沖縄市地域包括支援センターから尾長邦子さんをお迎えしてお送りしておりますはい。尾長さん今日お返しの歌を、はい、<laughs> そうですね、はい、歌を歌いたいと思いますはい、ありがとうございますちょっと認知症の歌だよねはいはい 「ちなぬ戦」「世界は本当に平和になったのか」「高齢化率世界一の我が日 満人に達するという無縁社会になりつつある世間でただ行方不明者が増え続けてる Whoa, 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 新たな戦を終わらせるために Whoa, Whoa, してはいけない題名は何という題名ですか題名あります題名はですねあの無縁社会撲滅の歌です今考えましたルトロフさんから障害者認知症者の方も共に生きる難しいですねという感じですね感想がありますね 昨日もあのまんぶり福祉危機展をです、ねはい、沖縄市の産業交流センターの方で開催してそれであのまた福祉関係者警察県の警察の方など来ていただいて私たちの,その北海道釧路市の報告会ま,またあと福祉の危機です、ねはい、を展示して。 あの皆さんに見ていただいたのですけども一番あの、はい、高齢者体験の上原さんのところが大人気でしたね,ね上原さんにもあの高齢者体験の方を、はい、協力していただきました喜ん,喜んでもらってよかったですよ <laughs> 子どもたちもすごく高齢者の気持ちになる、ねはい、そうですねはいはい、はい、あの反体験はいいと思いますよ本当におじおばの気持ちがわからないという,そう、ね、方がいたらですね、はい、あの えー、装備をですね、はい、<laughs> やってもらってね、うん、まっすぐ歩きませんね、びっくりしたあの、ゴーグルみたいなのをつけて、はいあの、いろいろね、あちこちに装着するの、足とかね、まずもう立ったり座ったりが大変なんですよねで、外出て何か物を見るのも大変だし、人の話聞くのも大変だし、そうすると、ね、僅か5分であるんですけど、非常に、はいあのうんえー、肉体的なものだけじゃなくて、精神的なものもこう感じることができるんじゃないかなと思います。はいはい もう外に出るのも億劫だし、人と話するのも億劫だしという感じになってくると思いますね。もう時間も少なくなってきたん、うんうんうん、で、ね、このもう一回ね、洗練をしていただいて、告知、はい、をしていただきましょう。さ、はい、あ、お長さんあのあの再度ランとモのですね、告知の方をお願いいたします。はい。 はい、えーと、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し認知症の人や家族、支援者の一般の人が少しずつリ,リレーをしながら助けをつなぎゴールを目指すイベント、ラン n t 2 0 1 6がこのイベントを通して、えー、と認知症の人と地域の人たちが出会いお互いをもっと知り合うことで認知症について考える機会とな,なると思います。 えっと、ラントモはです、ね、11月26日土曜日12時45分です、ね、沖縄市社会福祉センターを出発し県道330号線を南下し中央パークアベニュー、パルミラ通り一番街サンシティ商店街を通過しゲート通りコザミュージックタウン前でゴールとなります。 ゴールは、えっと、1時15分ごろを予定しておりますのでコース上の,あの住民の皆様は沿道、えっと、の方で応援の方をお願いしたいと思います当日はラントモの方はオレンジの色がテーマカラーとなっておりますのであのオレンジのもの何かご持参いただき、えっと、応援していただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます上原さんからも何かあの どうお願いしますあ、えっ、ー、とーはいあのー、えー小永さんどうも今日はありがとうございました,いましたはいぜひ小永さんおっしゃるようにあのぜひ応援ですねお願いしたいなと思いますよろしくお願いしますも応援の BGM が流れてましたよね応援そうですね <laughs> こっち通りますのでねあのまた当日もよろしくお願いしますよろしくお願いますあとあのー、そうですね、えっと 昨日の,そのマンブリー福祉機事店でもですねあのたくさんの方々があの登録していただいたのですけども私たち金むいからはい SOS ネットではですね行方不明になった方々の捜索に協力していただける方を募集しております団体でもですねあの個人様でもあの登録できますのでもしあのそうですね、まあ、沖縄県内のですねそういった認知症にかかる人 また行方不明になっている人をですねあの,さの協力していただける方をあの募集しております問い合わせ先がですね沖縄ハンオン NPO 連絡先が936-6868となっておりますのではいあのぜひ。 お気軽にはい、あの連絡してください。よろしくお願いします。はい、ルドルフさんから、えーはい、認知症障害者、認知の方、障害者の方ともに生きる。そういう社会をということで、はい、そういう社会を作りたいね、ということですよね。はい、ありがとうございます。あり,いますありがとうございます。はい、それでは。 終わりたいいと思いますこの番組は、デイサービスセンターシオン、株式会社国健システム、au ショップネーブルカデナ店、医療法人公前会、コザ整形外科委員、巨託介護支援センター、有限会社マル重機、沖縄県社会福祉協議会、FM コザと、沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。今日のトピックは、 カウントダウンラントモということで今週の土曜日ですねよろしくお願いします、はい、そして今日のゲストは沖縄市地域包括支援センターから小永邦子さんでしたありがとうございましたありがとうございましたではまた来週お会いしましょうさようならさようなら 「私もやとから国どやたる」